天文台。天文台は、天体や天文現象の観測を行ったり、観測結果を解析して、天文学の研究を行うための施設。現代では、学術研究目的以外に、宇宙の観察や学習といった、天文教育、普及活の拠点としての性格を持つ、天文台もある。古代以来の天文学の重要な役割に、 天体観測によって正確な時刻を確定し、正確な暦を作るという目的がある。このためには天体の会合や出没、南中時刻などを地球上の同一の地点から継続的に密する必要がある。また、17世紀に望遠鏡が発明され、より微弱な天体の光を捉えるために望遠鏡が大型化していくと固定した建物の中に、 望遠鏡を据え付けて観測するというスタイルが一般的に言った。このような理由で作られた観測施設が天文台の始まりであると考えられる。世界4大文明と呼ばれる地域では天体観測が王国の威信をかけて行われていた。様々な目的があるが、エジプト文明の場合にはナイル川の氾濫の時期を予測して農業などを行う際の基準として、 小読みが編纂されていた。その後、アンデス・アステカマや文明などでも、同じような目的で、天体観測が行われ、精密な小読みが編纂されていたが、言語学的な資料が乏しいため詳しいことは分かっていない。イスラム圏では1420年に、天文学者、ウルグベグが、サマルカンド郊外に、ウルグベク天文内を建設した。ヨーロッパでは、 チコブラーエが北欧に設立した天文台まで記録が残っていない。オランダのメガネ職人、ハンス・リッペルスハイが発明したとされるガリレオ式天体望遠鏡やチコブラーエの下で天体観測データの解析を通じて惑星運動のキヘプラーの法則に名を残すヨハネス・ケップラーによって考案されたケプラー式天体望遠鏡などが開発されてから天体観測所として 人類の宇宙観を大きく変える発見がなされた。その後も、イギリスのアイザック・ニュートンが開発した、ニュートン式反射天体望遠鏡が、天体観測装置の精密化や大口径化を後押しした。日本最古の天文台は、日本初期、天武天皇三年、六百七十四年上に登場する先世台であり、その名の通り、当時の天文学の主たる目的の一つであった。 先生術を目的としていた。天文台という言葉で知られているのは、天明2年、1782年に、江戸浅草に作られた江戸幕府天文方の浅草天文台であるが、天文台という言葉はむしろ少数派で、天文方の著作である、完成歴書では、測量台が採用されて、別名として、支天台、干渉台などを併記するが、天文台はない。なお、死。 天台は浅草祭天前の天文型の天文台の故障で、あるとともに音量頭の土見かどけが京都梅工事に作った天文台に用いられた。干渉台は明治初期に東京大学や海軍省が採用している当時は気象台の機能を兼ねていた。明治二十一年1888年に設立された東京天文台が 天文台の名称を採用して以後、日本で天文台という呼称が定着した。現代の天文台には、保持、変歴や天文学の研究を担うために、各国の公的機関や大学、高等学校の付属施設として設立された天文台と、個人や私企業、財団等によって作られた施設の天文台がある。また、日本においては、 地方公共団体などが運用を行う公開天文台も多数存在する。天文台の立地条件としては、天体からの微かな光を観測するために、市街地から離れた公害のない暗い場所を選ぶことが絶対条件である。また、晴天率が高いこと、気流が安定していること、広い視界を確保できる地形であることも求められる。そのため、 近年の大型望遠鏡を要する天文台は、ハワイのマウナケア山頂やチリのアンデス脈、カナリア諸島などの鉱山に作られることが多い。電波望遠鏡の場合にも、観測を妨げる電波が少ない山間部や砂漠などが選ばれることが多い。天文台には観測のための望遠鏡が一つまたは複数設置されている。近年では、望遠鏡を格納する部屋の温度環境を一定に、 するため、望遠鏡の設置場所とは別の観測室から遠隔操作で観測を行う天文台多い。また、天体観測は複数夜にわたって行われることも多いため、観測者用の宿泊施設などが付随する場合もある。天文台の主な観測装置は以下の通りである。宇宙の観測は天体からやってくる電磁波。 特に可視光線を受けて分析するという手段にほぼ限られるため、天文台には必ずと言って良いほど望遠鏡が設置されている。望遠鏡には光を捉え分析するための観測装置として冷却 CCD カメラや分光器、光電速光器、赤外観測装置などが備えられている。詳しくは天体望遠鏡を参照のこと、歴史の古い天文台には しごぎやしご管が設置されているところがある。しごぎとは、しご線上、南北方向にのみ向きを移動できるように作られた天体望遠鏡の一種である。しごぎで構成の死後線通過時刻を計測することで、その構成の設計やしごぎの設置地点の経度を正確に求めることができる。しごぎには、レプソルドしごぎ、バンベルしごぎなどがある。また、 死後巻は死後儀に目標天体の高度を測定する機能を付加したもので、これを用いると天体の積位や観測値の緯度も測定できる。かつては標準時や暦の変算のために死後儀、死後巻は不可欠な装置であった。現代でも GPS や原子時計を用いて決められた測地系や時刻計の構成のために使われている。近年の天体観測では 観測データ量が膨大になるため、観測装置の電子化や画像情報のデジタル化などにより、コンピュータやデータベースシステムを運用している天文台が多い。遠隔地にある観測装置の運用を目的として、通信ネットワークを活用した自動遠隔操作やデータ解析ソフトウェアなどの開発を行っている。他に際立った特徴としては、大型の天文台では、 電波望遠鏡や電子測定機器類によるデジタル分析装置を運用していることである。他には様々な測定機器類を用いた精密データ解析を実施。また、大気による観測への影響を避けるために大気圏外、軌道上に設置された宇宙天文台も存在する。研究機関の天文台では望遠鏡は共同利用の形式をとり、 観測計画を公募して、観測時間を複数のグループに細かく割り振る場合が多い。このような利用形式は、長期間の監視観測や多くのサンプルを集めなければ、ならない観測、サーベイ観測、超新星爆発などの突発的な現象の観測には不利になる場合がある。この点を補完する存在として、施設天問題や公開天問題の望遠鏡による観測も重要な。 役割を担っている。日本の場合、教育機関、高等学校、大学付属の天文台や国立天文台以外に、地方公共団体や企業によって運営されている、一般公開を前提とした天文台が存在し、公開天文台と呼ばれている。多くの場合、公開天文台は、光学望遠鏡を備え、天体観望や天文関連情報の広報、 画像等の天文資料の展示、解説、講演会、学習会、イベント開催などを行うのが一般的である。日本の公開天文台数は100を優に超えており、世界に例を見ない天文台大国となっている。日本における最初の公共天文台は1926年、大正15年11月に創立された倉敷天文台で、当時としては 日本国内最大級の光景32センチメートル反射望遠鏡、ガルワー鏡を設置していた。これは山本一世兄弟教授の天文普及の理念の喚化を受けた原清七倉敷防石専務が取材を投じた全国初の民間天文台だった。当時の天文台はすべて管理図で一般の天文愛好家は利用できなかったの。 天文学普及のため誰でも看望できるようにと、無料公開された施設だった。1941年、昭和16年以来、同天文台主事として、本田稔氏が活躍し、市は新水星12個、新星11個を発見した。公開天文台の中には、国民の豊かな自然観を育むことを目的とする、生涯学習施設として位置づけられるものもあれば、 観光資源の一つとして、集客による経済効果を期待されるものもある。望遠鏡の維持や施設管理には、設置時の数パーセント程度の経費を毎年要するため、後者のうち、特に1990年代にふるさと創生資金を活用して設置されたものの中には、自治体の財政難から閉鎖されるものも出めている。公開天問題の望遠鏡を用いた観測は、 前述のように、研究機関が保有する望遠鏡による観測を保管するものとして、比較的自由度の大きな観測を行える利点を持つ。ただし、現状の日本の高回転問題の望遠鏡は、合計50センチメートルから1メートルクラスのものが多く、世界の研究用天文台で3から4メートルクラスの望遠鏡が珍しくないことを考えると、研究用途としてはやや不利である。 兵庫県立西張間天問題には、世界最大光径2メートルの公海望遠鏡、ナユタがあり活用されているが、日本の空は気候的、地理的に気流が良くないことが多く、可視光観測では、撮像よりも分光観測に向く空であるとされている。一方、赤外線では、様相が異なり、日本の空でも十分な製造を得られることが多い。したがって、 公開転問題における研究観測では、メリットを生かせる観測対象の選択や望遠鏡と空に見合った観測装置の整備が求められている。公開転問題では観測者が様々な天文現象を観測することを目的に活動をしており、太陽観測や惑星観測、変更子観測、速攻観測、分光観測、太陽などが中心。 撮像観測、太陽、ガツ、惑星、太陽系内天体の写真などにおいて多くの成果が発信されている。5おさむき